日本東京都世田谷区玉川地域奥沢奥沢三丁目奥沢は東京都世田谷区の町名。現行行政地名は奥沢一丁目から奥沢八丁目。郵便番号は一五八のゼロゼロ八三。世田谷区南部の玉川地域に属する。町域は東急大井町線緑が丘駅付近を東端とし、北は九本仏川緑道を境に目黒区自由が丘緑が丘。 南は、関八通り、世田谷区東、玉川、玉川田園調布、大田区田園調布等に接しながら、九本仏駅と小山台駅の間で、世田谷区とどろきと接するところまで広がる。東急目黒線奥沢駅が置かれ、その駅前を南北に自由通りが、西に向かってとどろき通りが通る。主に住宅地として利用されている。町内には、奥沢神社。 九本仏上新寺島がある。田園調布、自由が丘と隣接し、高級住宅地として人気が高い。近年は、奥沢ブランドのスイーツ、カフェ等も定着している。戦前は、参謀本部、海軍大学校、海軍横須賀鎮士府等へのアクセスの良さから、海軍高級士官が多く住み、奥沢一丁目、二丁目中心に、現在もその子孫が多数居住している。 奥沢2丁目に奥沢海軍長記念碑が残されている。住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば奥沢7の11の12の地点で64万千円平方メートルとなっている。上和頃から平市の所領となり奥沢城が築かれた。江戸時代には江原郡奥沢村となり城の跡地には上神寺が創建された。 1622年に市の開墾地が、奥沢日田村として分村した。天保頃には、奥沢村が、奥沢本村、奥沢日田村が、奥沢村と称されるようになった。1876年に両村が合併し、再び両地域を合わせて、奥沢村となった。1889年、市町村制施行に伴い周辺町村と合併、玉川村の大あざとなる。 大正期から、田園都市株式会社により宅地開発が進められ、1932年、世田谷区成立時に開発地が、玉川田園調布として分離し、残りが玉川奥沢町となる。1970年、住居表示を実施して、現在に至る。地名は、野見川の資流区本物川水源の湿地帯である、ことを指す。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。また、上記のほか2丁目の東側で、草海をまたいだところに緑が丘駅があり、2丁目、5丁目の北側、6丁目、7丁目の東側は自由が丘駅に近接している。いずれも東急バスの路線である。 ありがとうございます。